皆さん、こんにちは。日本人だけの特殊能力と聞いて、どんなことを思い浮かべますか？外国人と違うのは、実は外見だけじゃなかったんです。そこで今回は、そんな日本人だけが持つ10の特殊能力をご紹介します。1、世界一、長寿。日本人は、世界保健機構である WHO の調査で20年以上も世界一の長寿国です。この長寿の秘訣は日本人の腸内細菌に秘密があったんです。日本人の腸内細菌にはビフィズス菌が多いので、炭水化物やアミノ酸の分解や吸収能力に長けているということ。この腸内細菌によって日本人は海苔を消化できますが、外国人は焼き海苔は消化できても生海苔は消化できないそうです。 2. 味噌汁を飲むから健康。日本人が発明した味噌汁を飲む回数が多い人は癌での死亡率が低いそうです。これは味噌汁に含まれるメラノイジンという物質が細胞のがん化を抑制してくれる上に、デニステインという物質ががんの進行を止める効果があるからなのだとか。 3. 日本の緑茶効果。日本の緑茶を1日2杯ほど飲むことで認知症発症の確率を65% 下げてくれるそうです。 4. 日本人の左脳。日本人は漢字やひらがな、カタカナやローマ字などを使い分けていますよね。それに比べて欧米人たちはアルファベットのみです。そのため日本人の左脳は特殊なのだそうです。5. 世界的に見ても頭が良い。先ほどの脳の作りに関連する話ですが、日本人はひらがなやカタカナは英語系の脳の領域を使っていて、漢字は画像系の脳の領域を使っているそうです。そのため世界的に見ても日本人は頭が良いのだとか。 6. 日本人は超長距離走に強い。日本という国は多湿のため、日本人は発汗機能が発達していて、長い距離を走っても体温上昇を抑えることに有利なのだそうです。また外国人に比べて日本人は小柄で足が短いためにピッチ走法という小股になります。これによって足への負担も少なくなるので有利なのだそうです。 7. 日本の技術。日本の技術は他国に比べても繊細で、日本製というだけで高値がつくほどの人気があります。日本人の繊細な性格が技術の向上に生かされているからかもしれません。 8. 日本人の笑顔。世界では日本人の笑顔は最もバラエティに富んでいると言われているそうです。喜ぶ時や楽しい時、相手に敬意を表す時、または失敗して笑う時など笑顔になるシーンが豊富なのです。9. 日本人は優しい性格。アメリカ、日本、イギリス、中国の人に喜怒哀楽があるビデオを見せて実験をしたそうです。ビデオを見せた1週間後にどんなシーンが印象に残っているかを調査すると、日本人は主人公が寂しそうに泣いていたシーンを特に覚えていたのだとか。他の3カ国は楽しいシーン、暴力的なシーン、セクシャルなシーンが印象に残っているという
結果になったため、日本人は他人の悲しみや寂しさに強く共感できる民族でもあるのだとか。10、日本食の威力。明治初期に東京大学医学部のベルツ博士は日光まで 110km の旅をしたそうです。その時、馬を6回乗り換えて14時間かけて到着。同じ頃に体重54キロの日本人が人力車に乗って、それを一人の車夫が同じ距離を14時間半で到着したそうです。これに驚いた博士は、ドイツの最高栄養学だとされる肉を食べさせたらもっとすごいことになるのではと思い立ち、シェフに食べさせてみたそうです。すると肉の効果は全くなく、むしろその逆で体力が落ちてしまったというのです。さらに同じように日本食のみを与えてスクワットをさせると1800回達成できたのに対して、肉を与えると300回で目を上げてしまったそうです。日本食にはすごい力があるんですね。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。